2011年からこのお祭りに参加させていただいていた旭川北の大地は今年の3月に解散し、チームの活動を終了しました。ですが、大好きな神栖ぶっちゃけ祭りにどうしても参加したいというメンバーの思いがあり、神栖ぶっちゃけ祭り限定でチームとして復活し、参加させていただきました。神栖ぶっちゃけ祭りへの参加は今回で本当に最後になってしまいますが、精一杯楽しく踊らさせていただきたいと思います。それでは踊っていただきましょう。旭川北の大地の皆さんです。どうぞ。ただいまご紹介いただきました、北海道旭川市からやってました旭川北の大地、会場の皆様こんにちは。今お話がありましたが、本年度の3月で、一度チームとしては解散と、もうこの椅子を切ることはないと、今日のメンバー皆さんが思ってましたが、どうしてもこの神栖でもう一度踊りたいという、願いですねを叶え、今日ここに参りました。あとこのパレードは今日この会場の中ではあと3回でもう終わりです。なかなかもうパレードというのも、することはないという中で、毎年この神栖の会場では楽しく踊らせていただいたのを、今昨日から踊っている中で、蘇っております。この会場の中でまた一体となって最後に楽しい思い出を私たちもいただきたいと思っています。ぜひ会場の皆さんも旭川の北の大地、いいチームだったなと思っていただけるような心に残る演舞をお返ししたいと思っております。どうぞ温かいご声援のほどよろしくお願いします。闘志ように失いし鼓動、絆を胸に光求めて、大地2022演舞桃園歌。はっ！無情に
大きなご声援ありがとうございました。ありがとうございました。この後も2回パレードございます。どうぞ残り2回ご声援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。